今年国の名勝に指定された高立と金鶏山、この2つの名勝を見渡せる高立橋そばの水田で5月31日第6回ライスアートイン平泉が行われました。ライスアートとはキャンバスとなる水田に有色米を植えて描くアートのことです。今年描かれる絵は弁慶。6月下旬にはこのような光景を目にすることができます。高立橋の上から見るのがおすすめ。見るときは交通ルールを守ってみてくださいね。このイベントは子どもたちや地域の人たちとの交流、農業の振興を目的として行われています。主催のアグリ平泉代表、佐々木忠さんにお話を伺いました。ライスアートはですね、図面に絵を落として測量してですね、ピンを打って絵が出来上がるということでございます。やっぱり多くの皆さんに来ていただいて、地元の人と消費者と交流していくっていうのは一番大事なことなんで、これが私たちの生きがいというか、そんな思いでございます。この日参加したのはおよそ200人。子どもたちは田んぼに足を取られながらも一生懸命苗を植えました。田植えが終わると昼食の振る舞いや五穀豊穣を願って一関市の行山流舞川獅子踊りが披露されました。見頃は7月上旬。きれいに弁慶の姿が現れるのが楽しみですね。